それでは中さん、<ー>お願いします。はい。どうも、皆さん、こんにちは。はい。では、これから、えっと、私もこれね、お覚えきれてないね、タイトル。人やチームの関係性について学び始めると、待ち受けてる罠、2023というところで、私、中山とがこれから話していきます。で、私なんですけど、変わったかなポイントまあ、いいや。 えっと、まあ大体こんな格好で登壇してね、メイドっと呼ばれてますので、メイド長もしくはヤマトと呼んでもらえればいいです。これ、ちゃんと本名です。別に源氏名でもなんか、ね、芸名とかでもなくて、本当にこういう名前です。で、ね、今日の話なんですけど、実はここ、上の方にちょっと隠れてるところがあるんですけど、これがベースになってるんですが、ちょっととある資角をですね、私、更新を忘れてて執行してしまって勝てないっていうちょっとお時間にまして、はい。<laughs> ちょっとこれ、なんか思わせぶりに隠しております。 で、まあ、いろいろと、あとは、ジャザリングの実行委員とかもやってたりとか、まあ、この会話にいろいろ関わっておりますが、まあ、この右下のピンクの枠の中のキーワードに引っかかる人が話しかけてくれると、私は個人的にはすごい嬉しいです。はい。で、といと、まあ、注意点というか、あ、若干遅いな。はい。と、まあ、今日の、えっ、ー、と、まあ、話を聞くにあたって、こういうところに注意、およびは気を使ってみてくださいとあります。はい。で、各話題ごと、まあ、この右側に、 この漢字2文字の単語が出てきます。これがその時話している言葉のキーワードだと思ってください。で、この単語があの定義として正しいかどうかっていうところはあんまり気にしないでください。あくまでこの今日の発表上、こういう話題を話してるよっていう点に思ってください。で、質問だとか、あと終わった後なんか聞きたいなってうあと次にはそこのキーワード言ってまでは私の方も答えやすいので、はい、メモっといてもらえてありがたいです。 で、今日、えっと、全部でね、18個で話題があるんですけど、人によって内容で合うもの、合わないものってあります。合わないものは聞き流してもらって結構です。これもシチュエーションだとか、その人の考え方によって変わってくるので、もし合うものがあったら持ち帰っていただければ OK です。で、っと、3つ目。で、そのままあ、いくつもある中でほ、ほとんど同じことを別の側面で言ってるものっていうのは結構あります。ですので、 視点っていうのは人によってやっぱ違ったりするので自分に合う視点のものを持ち帰っていただければありがたいです。ちょっと顎とかがかったるのでマイクずらしたんですもし聞こえなかったら言ってください。はい、で今日の内容なんですけど、えっと、コンフェンジンの方だと、まあ、レベルがまあ3段階分かれていて真ん中のインターミディエートとしてます。っってていいううのは、まあ、何だかっていうとあの ある程度そのコミュニケーション系のワークショップだとかメンタルテイディー,ー、あれだっまいいや、のワークショップだとかそういう研修とか受けたことがある、まあ、入門編でないと、まあ、背景がちょっと共有できないというものが、まあ、それなりにあるので、まあ、ビギナーではなくインターミディエイトしてます。まあ、逆にそのマスターとかにするとちょっと問題ないかなという感じになると思います。で、私がちょっとするなスライド、方針を保存します つでたので流れで、これ、ほんとは19個並ぶはずだったんだけど、飛ばしていきます。はい、ではまず一つ目。まあ、キーワードとしては信用で、あの、講師や登壇者の話は信用できるよねっていう疑問系のお話です。まあ、こうやって前でこうやって話す人って、まあ、いろいろいらっしゃいますよね。で、あの、その人の、あの、スキルや、あの、知識っていうのは、信用していいと思います。 で、ただそういった時に、そういういい話をしてくれたから、その人ってすごい信頼、人格として素晴らしい人なんだなっていう、錯覚をしがちなんですよ。で、特に、メンタル系だとか、チームだとか、コーチングとかやると、もう、さも素晴らしい人が前で話しているかの印象を受け、なんかニヤニヤって人とかいや、結構いらっしゃいますが。で、そういう人の人格を信じないとやめましょうと。はい。で、そもそもそういうことができる人っても 前で話すとかじゃなくて、いや、普通にやればいいじゃんっていう感覚でしかいないんですよ。やっぱりそういう天才ってやっぱ世の中結構いて、あ、こいつすげえなって言いますと。で、学生時代に学んで見に来た人っていうのは、大体おめにその界隈の専門職行ってくんで、例えばこの、あこの今日この IT の場で私みたいにメンタル系なんかどうのこうのって話す人が、社会人になっていろいろつまずいて苦労して <laughs>、それでやっと身につけた人なんですよ。なので、 例えば、まあ、パワハラとかあるじゃないですか、でそういうのだメだよね、ダメだよねってこういうふうに言えばなくなるよって言って人は、昔パワハラをやってた可能性がすごい高いんですよ、はい <laughs> ねで。圧をかけるような話し方はダメだっていう人は、すっげえ圧のある話し方をしてた人なんですよ。で私も、まあ、実家がちょっと建築系の会社をやっておりまして、本当親方し質な喋り方で、普通に喋って、ね、圧が強いって言われたことは、まあ、それなりにあります。なのであの前に話すって 話してる人のその知識だとかそのスキルっていうのは信じてもいいんですけどもう完璧に優れたっていうふうに錯覚はしないでくださいっていうのが一つ目です。テンポ上げていかないと終わんないぞ。はい。で、続いて定義。ところでその共感ってどういう意味ですかまあ、ここ何回かこの、うん、スクラムとかのイベントとかでよく共感共感って出てくるんですね。なんですけど、結構皆さん皆さんの言ってそう。 のの定義っっってていうのが人によって違ったりす,るんで,すよで、お、でまあ具体的にちょっと挙げてみたんですけどあのスクラム会話とよく言われてるのはあのスクラムの元になった論文を書いた野中育児郎先生が書いたその本田総一郎を例に出している共感っていうのとあとは。 この中にも何人かいるかな ?NVC っていう手法があるんですけど、えっと、非暴力コミュニケーションだったかなって言ってる共感だったりとか、映画を見て共感したって言った時だとか、共感できなかったって言った時の共感。そして、まあ、1対1で、まあ、目の前にトモリさんいるから、まあ、共感してほしいって言った時の私のにとっての共感と、私って共感性あるんですよって言った時の言った人の共感です。あとはスウェングファインダーとか、あとはまあいろんな手法とかあるので、その中で言ってる共感形式って結構違ってる。 なので、それが、あの、例えば今日やって、私は共感の話をしたこの後のセッションがあって、中継時間共感についてみんなで話す時ときだとか、懇親会で話すときとかで、その場面場面でさっきやったいろんな共感があるのを、しれっと使い分けてたりとか、私も使い分けてる可能性があるので、今どういう意味でその共感を使っているのをちょっと注意してみてください。で、あのですね、共、ま、感、あ、だとか、あとよく言われるその多様性とか、その聞こえない,い単語ですよね、っていうのが、 どこまあ、その場面場面によって、結構人によって、人もそうだ、同じ人でもそうだし、使い分けてしまうので、その時の単語、この、特にその、ね、コミュニケーション系とかやると、聞こえのいい言葉っていっぱいあるんですよ。だけど、それが、しれっと定義が変わってないかっていうのを、よく注意して見てみてください。で、今あたちょっと共感について、これから話していきます。で、まあ、かといって、もうちょっと、さっきいっぱい並べましたけど、 もうちょっと分かりやすい定義はないかなと思って調べたら、これは人格心理学とかそこら辺だったかなうで言われて、情動的共感と、あと認知的共感というのがあって、ああ、これなるほどなと思ったものがありました。ただそこに含まれてないものもあるよねって思いました。で、情動的共感っていうのは何かというと、まあ、言い方ちょっと共鳴ですよね。相手の感情の出力から、あの、その人の感情の様子を推測する。 で、もう一つは、あの、認知的共感といって、相手の状況や文明ふ、普段の振る舞いなどの特徴から、その人の感情を推測するためです。まあ、上の方は、まあ、相手が怒って、あ、怒ってるなとか、あの、映画を見て共感とかちょっとこう上に近い。なので、うん、的っ共感というのはこの共鳴っていう表現の方が私としてはしっくりきました。で、あと、普通にコミュニケーションとかワークショップとかでやってる、NVC とかもそうかな。どっちかと,いうとこの理解の方に近くて、まあ、 その人らしいなっていう動きを推測したりだとか、例えばあの、毎回飲み会には絶対に行ってデロンデロンって帰る人が飲まなくなったら、あれ大丈夫なんかおかしくねっていう思うこととかありますよね。で、そう、そういう、まあ、予想、推測っていうのが、まあ、認知的評価、つまり理解ってなります。ただし、これはまあ結構ドライにその人を観察するので、結構心のないようなリアクションになってしまいがちなのが注意点です。で ここに含まれないものっていうのは共感してほしいって言った時の共感かなと思ってます。で、この共感してほしいって言った時の共感って言ってる人はどういう思いで言ってるかっていうと、あの、言われた人に対してお前のことなんかどう知らんと。いいから私の感情や考えに同調しろと。<laughs> だいたいこういう意味で共感してほしいんですって言ってません皆さん。なんかうなずいてしていた。よかった。<laughs> 言われたときも、いや、共感しろって言われてもさ、って言っても、同調はできんわな、っていう、結構、どうかな、どっか伝わったろう。うん。でも、そんなにうなずいてるたがいから、いや、はい。で、私の中で、まあ、そういうのを踏まえて、もともと持っていた共感の定義っていうのが、相手の性格、経験、人生、思想っていうのを全部トレースして、完全にその人になりきって自分を上書くこと。たまに自分の人格潰しちゃうんですよ。 で、その人が完全になってしまう。もうら生まれたからの全ての歴史を取れする。そこで初めて共感できるよなっていうのは、さっきの定義とか、死ぬ前は、私の中での定義でした。まあ、例えて言うのは、無限の人生って、アンディリミティっパーソナリティーワークスって言います。さあ、このネタが分かった人がどう言えばいいのか、ちょっと気になるけど、まあ、いいやつ以降。はい、続いて、許容。えっ、ー、と、これはですね、まあ、受け入れると受け止めるの見誤りって言って、まあ、これは私の中でこの二つはまあ明確に違うよねっていう話をします。 はい。で、あの、他人の考えや価値観に同意同調するのではなくて、普通にそうなのかって他人事としてその存在を許容する。あの、本当実際人間と人間とってさ、やっぱ考え方って違うんですよで、あの、 よく受け入れるとか受け止めるっていう言葉って使われるじゃないですか。人との人のやりとりだと。で、私は受け入れるっていうのは嫌いなんですよね。なんでかっていうと、その同意するとか同調するっていう意味がちょっと含まれちゃうんですよね。なので、しかもなんか、ちゃんと相手の気を受け入れてっていう人とも、相手に同調することを強要してる人とか結構使いがちな、私としては個人的な印象を持ってます。だけど、やっぱりその人格を取り入れてどう残るってやっぱり無理なんで、そうすると、 その相手の存在、あなたはそういう考えなんですね。わ、わかりました、わかりました。っていうふうに、存在上、その考えを持ってそんな許容するっていうのがいいのかなと思っております。NVC の,の、そのさっき言った共感は結構これに近いで。だいたい NVC やってる人に聞くと、うん、同じだよって言ってくれてるんですけど、厳密な定義は私知らないので、うん、近いかなっていう表現をしております。ですので、まあ、まあ、共感だとか相手に意見、 以前どうのこうのっていう時には、まあ、あなたはそういう考えなんだねって、まあ許容する、その存在を許すっていうふうに考えたものといいのかなと思います。はい。で、その、まあ、許すっていうところが、あの、まあ、これも書いてあるタ多分でいいや。で、フィードバックっていう表現でちょっと説明しているものがありまして、で、フィードバックには大雑把に3つのフィードバックがありますっていうのある。で、何かっていうとニュートラル、ポジティブ、ネガティブです。 で、最初のニュートラルっていうのが、まあさっき言った許容だったりとか NVC の共感でいうものですと。まああなたはそうなんですねって言って、もういいも悪いも言わないっていうのがニュートラル。それに対して、まあポジティブフィードバック、ネガティブフィードバックっていうのがあります。で、ポジティブフィードバックって何なのかって、結構皆さんポジティブという単語からだけで勝手に推測しちゃうんですけど、ポジティブっていうのは相手にいいねする同意するなんですよ。 で、それに対してネガティブは反対する否定する。で、今ここはあんまネガティブ良くないような言葉が書いてありますけど、視点を変えるというのも含まれます。視点を変える、まあ別の方法もあるよね、だとか、もっとポジティブに考えたらどうって言って何か提案するって言っても、その人の意見はそのままではないので、それはネガティブになります。で、まあどれを使うのがいいのかと,と私は上なんですけど、意外と結構皆さんじゃあ勘違いしがちなのはそのポジティブフィードバックなんですね。あ、淳平さん、ちょっと、 私のこれから言うことに対してちょっとポジティブにフィードバックしてもらってもいいですか、まあ、ここにこえからいいねとか同意してもらえればいいんですよ。はい、いいですか私死にたいんです。自殺したいんです。いいねとは言えないですねあ。ポジティブフィードバックしてほしかったんだけどはいありがとうございます。難しいち,ょちょっとね今ね、ねすっごいひどいことやったので純平さんに振ったんですけど。<laughs> ポジティブフィードバックってそういうことなんですよ。もう、例えば人を殺したいにすってても、ポジティブフィ,フィードバックをしようとすると、あ、いいね、やろうよって。言えませんよね。言えないし、そんなことやったらね、言った人も捕まっちゃいますので。 ただし、その人を受け止めるという意味では、あ、あなたは今自殺したいんですねって受け止めるのが、そういニュートラルフィードバックといって、まあ、これが一番おすすめで、ちゃんとそれを分かってないで使おうとすると、うっかりポジティブフィードバックにしなきゃーって勝手に思い込んでることがあるので、ご注意ください。はい。で、今ちょっと失礼って私単語出したんですけど、まあ、ポジティブシンキングで世界が広がります。ポジティブシンキングよくね、あの、 カウンセリングとかセラピーとかで使われたりとかしますが、で、それでまあ、いい思いをしたとそれで世界が広がったって言うんですが、実はポジティブシンキングはあんまり世界広がってないんですよね。あの、い様々な視点の見方のうち、まあ、広がってはいるのか、そういう人にとっては。のうちの一個でしかないんですよ。なで、まあ、その米ほ、本来は、 あの、視点を変えるのはいくつものパターンがあって、例えばポジティブシンジングがやえばネガティブシンジングもある。で、意味を変える、場面を変える、通じ変えるなどなどありますと。で、これらのいろんなパターンっていうのは、例えば私がやったその NLP だったりとか、あと、トリーズって言って、これは、えっと、旧ソ連の特許の研究して、 ちょっと編み出すそのパターンみたいなのを作ったのがあって、まあそこら辺の方にも書いてあって、それは結構視点を変えるってなってます。なので、もしよろしければこの NHK のリフレーミングとかスライドオブマウス、この取り図っていうのを皆さんちょっと調べてもらえると、様々なその視点を変えるパターンっていうのが手に入るかなと思います。はい。でですね、あの、 さっきもうずっとポジティブ、ネガティブいろいろ言ってて、なんか皆さんわけ分かんなくなったと思うんですが、ポジティブシンキングもネガティブシンキングもどちらも相手のその今言ってる意見っていうの視点を変えてしまうので、それはネガティブフィードバックです。なので、ポジティブシンキングもネガティブシンキングも一定のストレスを与えます。相手のことを否定する部分が、あの、包含されているので。なので、使うときにはいろいろご注意くださいと。はい。 疲れたちょっと水飲みたいけど、あとどれくらい今,今15分あ結構順調だ。で何でこりディスコード見れるようにしてたんだけど、まあいいや。えー、っとじゃあ続いて、えー、っとよっしょー続いての殺人あ、あなたは何人の人を殺めてきましたかっていう、なかなかね、えぐいスライドなんですけど。 あのー、まあこれは本当に私の考えでしかないんですが、あの、まあ、皆さんいろいろさまざまに見えてる,えてる知ってる世界ってありますけど、本当のこの宇宙全てを知ってるわけじゃなくて、あくまで皆さんが生きてる自分が見てる世界だけじゃないですか。で、その人から除外をする、まあ、例えば SNS で言えばフォローを外すだとか、ブロックするっていうところも含まれます。 例えばチームの中でもこの人とも会わないから別のチームに送っちゃおうって言って自分のテリトリーが除外するっていうのは要は少なくとも自分から見たらその世界から消失してるわけなのでそれって殺人とほぼ同時だよねやってることって思いました、うん、なのでえっとねあれスライド変わった変わった変わったうん 本当にその自分の世界とか社会っていうのから相手の存在を拒否ってしまう。いなくなってしまうっていうので、まあそう、しかもそれを意図的にやるんですよ。ブロックとかフォロワー外すとかもそうだし、自分のチームから外すとかもそうだし、ね。なので、まあそれっても殺人って呼んでもいいんじゃねっていうのが私のちょっと考えで、で、まあ物理的に人を殺すわけじゃないので、まあ論理的殺人じゃないかなっていうのです、すごい注意しないといけないかなと思います。 でも、前はちょっとここでワークショップのネタがあったんですけど、ちょっと危険なので、ワークショップのネタか知りたい人は後で私の方に聞いてください。絶対やっちゃダメっていうワークショップです。はい。はい。で、またね、物騒な言葉が続きましたが、はい、自殺。まあ、今の話で繋がってくるんです。今までの話と。結構ですね、あの、否定をしないイコール肯定するだと思っている人が、あの、世の中には多いです。はい。 さっきのフィードバックで言うと、要は、ネガティブフィードバックでなければ、ポジティブフィードバックではいけないっていうのはこっちなんですよ。いや、ニュートラルフィードバックもあるじゃんっていうのが、もう、この話の主題ですで。否定をしないということは、まあ、肯定するもあれば、もしない、どちでもでもない、興味もない、など,など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 否定さえしなければいいんで、あの、要は、否定をしないようにするっていうことは、いないして、その肯定をしてしまうっていうと、今度、 自分自身の考え、当然、合わないときに、今度自分自身の考えを否定することになってしまうので、相手をね、認めてあげようと思うがゆえに、自分自身を殺しにかかってるんですよ。自分の価値観っていうのを否定してしまって。っていうので、まあ、さっきの論理的自殺人と同じような言い方を変えると、論理的自殺だよね、っていうのは思ってますと。これ、結構、で、本当になんだろう。その コーチング系とかで私がこういう人系のところを学ぶきっかけになった人とかが目の前でこの罠にはまって苦しんでいるのを見たことはあります。でこういう話してすげえ喜ばれましたねその時は。うん、なのであのあの否定をしない肯定をしようっていうところもかなりリスクのある。 相手にとっても私、自分にとってもリスクのあることだなっていうのをここに留めておいてほしいです。はい、続いて強要できます。はい、で、まあ、似たような単語がいっぱい出てきて皆さん頭の中は混乱するかもしれないんですけど、えっと、自己肯定という名のまでは論理自殺強要っていうところで、はい。まあ、大体もう皆さん予想してますかね今までの話からすると。自己肯,自己肯定感を持て,て、もっと自信を持てよっていうのは、 その相手の自分はダメだと思っている事故っていうのを否定してるんですよ。伝わりましたなんか、これ私言っててもこれ伝わるのかどうかすっごいわかりづらいんですけど。で,すよでは、では私でこれのできないんですって言ってね、いやそんなことない君できるよって言ったら、できないと思っているその人の価値観っていうのを否定してしまっている。で、それって、 まあ自分自身のその価値観というのを否定しろっていうのは論理的な自殺っていうのを強要してしまってるんではないかと。で、特にこういうところワークとかで学んでその自己肯定とかっていうのを学ぶとですね、やっぱ自己肯定感持とうぜとかかえってチームとかでみんな自己肯定感持てよとか言うと、まあ大体受け入れられないっていうのは、まあ自己否定をしろ、自分を殺せって言ってるの同義なんですよね。なので、自己肯定感を持つことはいいと思います。 ただし、そのアプローチっていうのは、は、まあ、すっごい注意しなければいけないものになってますっていうのが、ここでの話ですね。はい。水のも。はい。えー、結構今10だから、結構、順調なペースかな。はい。じゃ続いて、うん、やっと。 何かね、いい単語がキーワードに出てきましたら、えっと、肯定です、はい。で、ここに文章書いて、ある、まあ、握手を取るからこそ得ている、得られているものがあるっていう話です。と、はいうのはどういうことかっていうと、これ良くないよね。えっと まあ昔のね、そのスクラム海外の話だと、ウォーターフォールがダメだ、あの方法ダメじゃん、こっちの方がいいみたいな話があったんですけど、まあ良くないよねって言われてることをやってるからこそ得られてるものっていうのがあると。まあもう、もうちょっとわかりやすく言ってしまえば、あの、 毎日夜更かしをしてしまうだとか、酒を飲みすぎてしまうっていう人、だってそれやめろよって言っても、まあ大体無理なんですよ。でまあそれなんでかっていうと、夜更かしをすることで得られてる幸せ、だから得られてるものっていうのは必ずある。あるからこそそれを続けてしまうんですよ。お酒を飲んで飲みすぎてしまうからこそ得られてるものがあると。幸せがあると。幸せを手放せって言ってるだけなんですよね。こういうことやるの。もっとこう、なんて。 こういう方法があるよっていう提示するのは。で、その裏側に隠れてるものっていうのは、あの、次のま行こう。で、あの、まあ私が学んだものだと、まあ肯定的意図って呼んでるんですよね。で、必ずまあどんな方法、これをやめたいって思っている方法でも、その裏側には自分自身のが、まあ得られてる、まあ幸せを感じる何かが必ず隠れてるっていうのは、実は結構いろんな手法で、 それってな、ね、さ探って見つけて自分自身のジネーマを解消しようっていうのがあるとでも一番上なぜ人と組織は変われないのかっていう本の中に免疫マップなんていうのはもう本当にすごいそこをきに問い詰め問い詰めは良くないな、うん、掘り下げていって見捨て出してじゃあそれをどう大事にすればいいのかっていうのをやっていくと。 あと私の真ん中 NLP とか、あとその今言ったコーディ意トだとか、あとは、ちょっとこれはミジュアルス歌手、そういうものがあると思ってください。 あとは TOC、えっ、ー、と制約理論。まあよくボトルネック、ボトルネックって騒いでる人たちのやってるやり方なんですその中にクラウドっていうジレンマを解消するツーなん中にはついてる人がいるのはまあいいや。で、ね、その中に要望、まあ BC って言われてるんですけど、っていうところを出すっていうのが今言ったその肯定的な意図、隠れてる幸せをどうやって見,見つけ出すかっていうものになってますので、結構これ、どれかしら皆さん知っておくといいかなと思います。 ただ IT 系の人だと、一番上が一番しっくりくるんじゃないかなと思います。結構理屈とかで考えるのが得意なので。はい。なので、その裏側に隠れているその幸せ、ハッピーっていうのを、まあ必ず見つけてくださいっていうのがですね。ああ、疲れてきた。じゃあ次行こう。で、そういうわけで、まあ今のそのジデンマーとか言いましたが、両立するっていう話です。で、行きたいと死にたいが両立するっていうのがあって、 あのー、例えばその対するのも一直線上に並んでいるものとは限らない。例えば会社を辞めたいっていう時に、まあ会社に残りたいと辞めてないのはこの一直線上で皆さんこの程度で考えがちなんですけど、実はそうではなくて、あの、あ、言っちゃった。あの、例やや会社にや辞めたいだとか死にたいっていう感じゲージと、 生きたい残りたいとかっていうこういう事じゃそれぞれあってそのバランスなんですよねで,でどっちも存在しているっていうふうのあのうふうに考えてあげないと結構苦労するかなと思いますで、まあ、なんでこれであの生きたい死にたいって書いたかっていうとまあ実際そういうケースに、ね、私ぶち当たったことあるんですよで死にたいっていう人がいてででまあちょっと変な 手をうんとことを言ってその人を余計堂ハマりさせた人がいたからあこれやべえって入ったんですけどじゃ死にたいって言って人にじゃあ行きたいってい思いあるのって聞いてあまあしばらく間を置いてやりとかっていやわざわ行きたいとて思もあるとだけど死にたいってい思いもあるってどうしたらいいんですかいやどっちもあるんだねっていうだったら,だらあることを前提に考えればなんかこれからできる、うん 手段っていうのは広がるんじゃないのと今すごい端的に話してますよ。もっと丁寧にやってますよ、実際は。はい。で、やって、その人がまあ自分で、あ、まだこういうこともできるじゃん、こういうこともできるじゃん。で、やってみようっていうのは見つかったっていうのがあって、うそういう経験の思いもあるので、ちょっとこういうことを書いてみました。はい。で、続いて、また物騒の言葉が出てきましたが、殺意っていうのがありますと。で、これはあの、もう、ここで <laughs> 答え言っちゃってるんですけど、行為は止めだけど、思いは止められないんですよ。 どういうことかっていうと、あの、感情が湧くのは止められないんですよ。もう、怒りは、は例えば嫌なことされて怒りが湧く、泣く、笑うって。だけど、怒ったから、例えば殴るだとか、うん、物に当たるっていう行為は一応止められるんですよね。ちなみに感情が湧くのは止められないっていうのは、あの、なんだっけ、心理学上のその、なんだっけ、二元理論の、とか言うと、実は否定されていて、<laughs> あの感情がどこから湧くのか、脳から湧くのであれば、それはアンコントローラブルだけどっていうのがあるんですが、そこは興味があると調べてみてください。で、よしってほしいな。で、まあ結局感情っていうのはまあ、意図に関係なくてトリガー、さっき言ったその、笑わせられるだとか、殴られるみたいなのがあれば、勝手に湧き起こってしまうので、もうどうにもならないと。ただし、湧いた感情をもとに、どうするのはコントロールできる。 アンガーマ,ジマネージメントで、まさにこれですよね。怒った後どう、ちょっと間を置こう。でど、どうやってその怒りを沈めるのか。で、どう自分をコントロールして、その感情的に何かやられた、ガーンってやり返すのではなくて、ちょっと置くっていう、まあそういう手法というのありますので、うん。あくまでその結局感情自体っていうのはもう分かり上がるものだし、その感情を、とりあえず、 怒んないようにしよう、笑わないようにしようっていうのは、まあ、ぶっちゃけ、まあ、自分の論理的雑を図っている。でも、その、同様なので、まずは一回自分の中のその上がった感情っていうのをまあ許容した上で、じゃあ、自分自身には何ができるのか、あなたには何ができるのかって考えてもらうのがいいかなと思います。はい。じゃこの,その一例の流れのこういう話をしたいなと思ったのは、 この本の、このコメント、このセリフがすごいきっかけでした。これはちょっと衝撃したでしたね。これ大学の時のだかなはい。はい。続いて認識です。まだ30分くらいか。よし。順調順調。続いて認識、えー、っと、なんだっけ疲れてきたから頭が回ってないぞで。自分が知ってるなら他人が見えるのは間違ってるのかっていう。あの、よく、そのチームが、 自身が分かってる自分が一番分かってるっていうのはよく言われますとだけど、まあ、おかめ八目っていう言葉があるとおり他の人だからこそ見えるのってあるよねなんいうとなんか矛盾しているように感じてしまってしまう人ってそれなりにいるんですよ私の説明受けた時に何かおかしくねって思うことは結構あったんですよただそれってどっちも合ってるしどっちも間違っていてあの図で書くとこういうことなんですよ この赤い丸、これがその人自身、正確な。で、青丸っていうのがその人が思ってる自分なんですよ。これって完全一致はしないし、ずれてはみ出してるところがあるんですよ。で、さらに他人視点だとまた別方向にずれてるんですよね。そうすると、本人が分かってないその人の本来の その,その人の人格というかあるし、まあみ,まあ、みんなでふたその人も周りの人も勘違いしてる部分もあるし、まあ、その人が1人で勝手に思い込んでる部分もあったりとかするっていうのをそうすると例えばワンオンワンだとか振り返りとかでやると、まあ、そこに、まあ、まあワンオンワンとかやるとこの部分ですよね本人が自覚してないその人部分ってやっぱりここら辺を。 広げてあげる、枠をここの部分に大きくしてあげることで、まあ、その人の中の成長だったりとか、自分の認識、自分を受け止めるっていうの枠っていうのは広がっていくのかなと思います。大丈夫ですかはい、じゃあいきます、次で、ぜひ、生徒、えー、気づかないで行っているあなたへの指示が正しい、イコール私の考えは正しいっていうのがありますと。はいで あーまあ、よ,よくあるパワハラがなんかいつの間にか発生してしまうってこの話ですよね。で、例えば、まあ、誤りっていうのは誰もやりますし、間違ってるのがあると。で、それを指摘した人がでが、で、指摘した人の考え方が全て正しいかどうかは関係なく、あの、その指摘っていうのがどんどん続いてしまうと、された人はもう、 無条件に自分は間違ってる。指摘した人は、なんか何度もやってるうちに、もう、本当にそれが正しいかどうかは関係なく、いや、俺が正しいっていうふうに思い込んじゃうんですよね。これって本当にいつの間にかズルズルずずズ入ってって、結果あのパワハラになってしまった。だけど本人はその意図がなかった。だし、まあ、パワハラ常習犯の人は大体これを恒常的にやってるっていうふうには、 私はの印象では持っております。なので、えっ、ー、と、まあ、ここの皆さんがやるとは思わないんですけど、ただなんかいろいろと指摘をしていたときに、自分がなんか、こういう、まあ、とにかく自分が正しいっていう、無意識のうちに思い込んでしまっているところには注意を,を向けてほしいなと私は思ってます。自分自身でも、ああ、今危ない、今危ない、今危ないっていうふうに思うことは、それなりにありますね。 うまさにこういうことなんですよね。はい。じゃあ続いて、なぜって、えっと、ワットではなく、フォアイが大事いや、フォアイは最悪なんですがってあります。まあよく、まあ、なぜが大事だよ、なぜが大事だよっていうふうに、この界隈ではよく言われるし、あの、それが言わんとしてることは私も同意します。だけど、それが、で、フォアイが大事って言われてるがゆえに、あの、 なぜ、なんで、ホワイっていう言葉を使っちゃう人が結構多いんですよ。で、この3つの単語、これ、日本語でも英語でもそうらしいです。たぶ他の言語でもそうなんじゃないかな。言われた側にすっごいストレスを与える単語なんですよ。え、なんでとか。だしあの、実際その英語のネイティブの人にも聞いたら、私はホワイはすごい強いね、なんか否定されてる感持つよねっていうふうに言われました。で このなぜなんでっていうのは言われたか悪い、ま、問い詰めの演習を与えるのでつまりその私対その問題しかも問題イコールあなたっていうようなその場が作られてしまう。でそれに対してあの何が理由で今の私の言い方はあんま良くないんだけど何が理由でっていう表現にすることによってその何の対象がその本当は問題だけにフォーカスされるのでできればなぜよりも なんでっていう方を使う方がいいというふうに言われてますし私もそのワーク受けてああなるほどねって思いましたでさらにタチが悪いのは「なぜなんで?」っていう時は言った人が言われた人に対して無条件の謝罪や従属を求めて使う人って結構いるんですよよ、まあ、よくあるのはあの子供がなんかやらかした時に「なんでそんなことやってんの?」って言って子供がまあねちゃんと素直に理由を説明しても「そうじゃない!」って言ってまた親が怒るで子供はなんで 理由聞かれたから答えてるのになんでなんで言われるのっていうふうに悩んでしまって、まあ、結局反発する子もいればそのま,まそま親の言うことにとりあえず何も考えずに従うようにな,なってしまいがちになります、まあ、これもパワハラでもよくあるケースですよねなのでちょっと使い方を注意してくださいっていうのがありますただしあのこれ前話した時に「あ子子にあに何やってんの?」って言ってやる。 まあそれも、今言った、なぜ、何だと、何なんだけど、あくまで無条件の,その従属だとか謝罪を求めて使っているので、それは NG ということになります。はい、続いて命令です。えっ、ー、と、まあ、命令系ではなく質問系、まあ質問系で言うと柔らかくなるよ、相手に受け入れやすくなるよっていう話がよく出てきます。で、じゃあ皆さん、ちょっと。 まあこれ3つ昔はフェイスブック上では書い,書いた投稿にはあったんですけどお天気ですか、明日の天気は何ですか、そこにある七味を取ってもらえますか、この3つの文章に共通する命令ってなんでしょうか。これはあの別にひどいあれじゃないんで、じゃあ、エミさん、だと思いますか正解です。 本当に、まさにその通りで、抱、ま、え、あ、ておしろ、リアクションをしろっていう命令が、質問自体がもう命令なんですよ。もう、その行為自体が命令ですと。で、あの、じゃあなんでその命令では質問の方がいいのっていうと、まあ、さっきも言っちゃいましたけど、言葉上は柔らかくなるので、相手に受け入れやすくなるっていうのはあるんですよ。だから私、使いがちなんですけど、 そもそも質問自体が命令なのであの相手に対してもう大なり小なりストレスを与えてしまうんですよねでいや質問形式で言えばいいやっていうとそのちょっとずつ溜まったストレスっていうのがどん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 溜まっていくケースってやっぱあるんでその部分はすごい注意した方がいいです逆に言っては変にその質問形じゃなくて いやこれを取ってくださいだとかこれをしてくださいってお願いだとかまあ場合によっては素直に命令しちゃった方の方が相手の方が「あやわかった方かったやる」って言って素直に受け止められるケースもあるので要はや単に無条件にその何をしてもらえますかみたいな文問系でやるのはあんまよろしくないっていうのはありましたうんあと実際ワークショップでもこれやった時にはあの まあ、たまた人数の関係上仲のいい二人がいたときには、質問形式で相手に言われたら、なんでそんなまどろっこしい言い方すんのやれって言えば、別に俺はお前のこと信用してるからやるよっていうケースもありますと。素直にそうういのはやった方がいいかなと。まあ、これはどっちがいいっていうのはなくて、あのこれ全般の話ですけど、どっちが正しいとかではなくて、皆さんの中でその中のバランスっていうのをとってほしいなと思っています。はい、続いて、最後のほまでした あちょっと早めに終わっちゃうかもしれないな。はい。じゃあ続いて、実感というところで、えっ、ー、と、かなり色合いが今までの流れでは変わっていきます。なんかね、今回テスト系の話とかあったので、じゃあなんかテストに関わる話っていう、ちょっと考えてみた結果、その、目標の質的プライタリを定義できていますかっていう問いですと。 で皆さんあの会社とかでも、まあ、個人でも例えば1年の頭でもいいんですけど自分の目標とか立てたことある人ああんまがないあでもそれに上がってるはいありがとうございますじゃあその目標を立てた時に達成できたってどうなったら実感できるのかっていうまで考えたことありますかって、うん これ聞いて大体皆さんいやないで,であと達成の基準っていって数値目標的なことはやっぱ出てくるんですよあと資格を取っただけどそれをあなたが実感できるどうなれば実感できるのっていうところがあんま指定できなくてでなんでそれが答えられないかというと私の問いがこれなんですよ五感で表現してくださいと。 やっぱり自分の感情がついていくためには、その感、だからその感情っていうものがちゃんとその上に乗ってないと、その実感っていうのは言えないのかなと。で、さらに別の観点から言うと、例えば何か皆さん目標を持ってとして、奇跡が起こって明日朝起きたらその目標が達成できてました。じゃあそれをどうな、どうやって認識できるのか。だって目標って達成できたかできてないかってありますよね。 何かその基準があるしそれを自分は認識するべがあるはずなのでじゃあ朝起きていきなり達成できない奇跡があった時にあなたはどうやってそれを認識できるのかこれ実際ワークショップで受けて考えたことはすっごいつらかったですあの私何も考えてねえなっていうふうに思うことが結構あったんですよねでこれをなんかきれいに書いてるのが実は本であって、あのー、この回を相手はそれなりに有名かな あのジョイ・インクって読んだことある人、はい結構いるな、これ、<laughs> いや、本当好きなんですよ、ここの部分が。でもう,もうほ,ぼほぼ冒頭の部分でその、喜びのある会社っていうのが会社の目標だと、組織があって,あってそれでで、その後定義があるんですね、で喜びとは何かって言って、3つ目の題目でもう、いきなりこの著者、言ってるんですよ、道路で呼び止められて、文字通りこう言われるんだ。 これあんたが作ったのか大好きなんだよって言われたら俺は最高に嬉しいと。これってすごいイメージ湧きますよね。だし自分自身があこれで目標達成できたんだ。あやってよかったって思えるそのシチュエーションというのは想像で,できるとやっぱり自分の中のモチベーションも上がるし達成できたのもわかるしっていうので、まあ、ここまで踏み込んでみてやるといいと思います。 今、一瞬考えたんですけど、何が、まあいいや、じゃあ次行こう。はい、じゃあ続いて最後の項目になりますかね。まあ、孤立で、あなたと違うんです、あまねく人のもとにっていうところで、今までのちょっと総括的なお話になります。で、あのー、結局みんな今、今お話で、まあ、許容できる、できないだとか、否定する、しないだとかっていうのもあったんですけど、結局みんなそれぞれ違っちゃってるんですよね。でも違うんですって、まあ なんだけど、例えばこうやって集まると、まあ、スクベス新潟でやったからって、まあ、一体感を持つのはいいんですけど、だからって同じ人にはなれないじゃないですか。同じ考えにもなれないじゃないですか。というわけで、必ずしも自分とその、他の、私とその皆さん、皆さん同士かもしれないっていうのは、イコールにはならない。被ってとかあるかもしれないけど、イコールにはならないと。言ったときに、だけど、この場を共有したがゆえに、錯覚しがちなんですよ。お互い分かり合えたよね、みたいな。 ででその錯覚を避けるためにもうそ,のそもそも人ってそも常にずっと孤立してるんだよねっていうちょっと過激な考え方っていうのはちょっと心の中に留めておいてもいいんじゃないかなっていうふうに私は思っております。はい、でまたあの、ね、特に最近いろいろと世の中で言われて「多様性」っていう言葉で、まあ、お互い受け入れようぜっていうと、まあ、いつだよなアメリカの。 大統領絡みのところにもありましたけど多様性を受け入れろよって言ったけど自分が受けてその多様性否定する人たちを排除してかかるっていうのはそれは本当に多様性なのかっていうレ前マとかも抱えてたりとかするんですけどなので、うん、基本的にまあ誰もがまあ違うっていうのはまあほぼ孤立というのを考えても私はいいとは思ってるんですよね。うん、だし 特にここら辺出てくるような人たちは、あ、今どうなんだろう。私がこういう界隈とか出てき始めた頃は、だいたい異端児しか来てませんでした。にゃーって笑ってる人がいるけど。<laughs> はい。ねやっぱね、だからこそ分かり合えるって皆さん思いがちなんですけど、これでも、だけど、まあ、ここに書いてある通り、異端っていうのは孤立するが故に異端なので、それ同士がね、一緒になるということは、まあ、基本的にあり得ないよね、っていうふうな。 言葉、結構好きな言葉なんです。というところで、以上で私の発表の内容っていうのはなります。で、はい。質問タイムかな。中さんありがとうございます。質問がある方は前に出てきていただいて質問をしていただければと思います。あと2分ぐらいあるんで、1個ぐらいは質問できるかなと思うんですけど、いかがでしょうか。うん、質問、はい。あゆみさんじゃあ前に出てきて。はいどうぞ えっと、発表ありがととうございますとう許容と、えー、自殺、はい、で自殺の最後に許容とは見る側面が違うだけで同じことって書いてあったんですけどそこがまだ<ー>ど,どう同じなのかな どう側面が違うのかなと思ってそ,そこがこれだとすごいこっちでいこうえっと今どこまでいった何かえっとねすごいわ答えづらい質問が来た自然 <laughs> そんことかあのー まあ違う側面というかその中の一部かなと思ってればよくてで結局相手の方を優先してしまうがゆえに自分自身を許容してないんですよこれってあ。あなるほどで要は最初の許容の話だと例えば私とエイミーさんだとすると、はい、私はそのエイミーさんを許容するかどうか的な話しかしてなかったんだけど、まあ、本来は自分を含めた。 みんなを許容しようよって話でここはその中の自分自身もちゃんとその否定したい<ー>エイミーさんに出してるそうじゃないんだ私はこうなんだって言った時にだけどエイミーさんの質問を受けてるからエイミーさんに認めなきゃっていうとこで自分を押し殺してしまうのはそれはそれでおかしいよねあな,るほどなのでどっちも許容しましょうっていう話になってますうん、うん、結構その裏返しのような関係にあると思っていいんですかね そうです、ね、多分そこはあの自分の納得する言葉で覚えてもらえばいいかなと思います、はい、本当に今日この発表自体も私が納得できる言葉で表現してしまっているのでこの単語が気に食わないという人は多分そういうのにいると思います結果的な言葉ね自殺とかね <laughs> ひどい言葉使ってはいるのでただ私の中ではそういう言葉を使っても自分の中にはちゃんと忘れないで残る。 っていうのもあるので、ちょっとこういうふうに使っているのはあります。こんな感じありがとうございます。いますはい、じゃあちょうど時間になりました。はい、中さん発表どうもありがとうございました。皆さん大きな拍手をお願いします。ありがとうございました。